これに全ての味が詰まってるんで、こうバッと、はい、これよ。どうも、人間失格です。今回はですね、人間失格でもできるニラそばの作り方なんですね。ニラそばっていろいろあるんですよ。醤油ラーメンの上にね、ニラがバーってあるニラそばもありますし、いろいろあるんですけど、今回はね、ちょっとね、台湾っぽいニラそばですね。汁なしの肉味噌を絡めた麺に大量の生のニラが乗ってるっていう、これがね、めちゃくちゃうまいんですよ。この時期になるとちょっとあったかくなってくるんで、汁なしの麺皆さん食べたいんじゃないかなと思いまして、私最高に美味しいねニラそばのレシピ考えました。これマジおすすめです。ということでですね、今回はですね、生のニラを絡めて食べる最高の美味しいニラそば作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピということで、材料紹介いきたいと思います。まずニラが 50g だから1袋の半分ですね。そして鰹節ね 1g ですね。本当にちょっとで、大丈夫です。はい。で、中華そば1袋最高 130g ぐらいのものね、生麺です。はい、用意してください。そして、豚ひき肉は 80g。 あとは調味料ね、概要欄に書いてありますんで、そちらチェックしてみてください。ニラそばを作っていくんですけども、これね、一応料理なんで、ダメ人間に料理は作れないんですよ。なんでダメ人間に料理を作らせるのはどうすればいいかって言ったら、これしかないと思います。今日は何飲もうかな。富士山麓にします。ウイスキーが一番テンション上がるよね。これがね、ダメ人間から料理研究家になる、ね、過程ですから。それでは乾杯。くー、最高。ではまたやっていただきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。本当に、ね、切るのはね、このニラだけなんですよ。まずね、この鰹節、レンジで40秒チンしましょう。池盛りシステムっていうね、鰹節を粉にして麺に絡めやすくするっていう裏技でございます。はい、そしてこのニラなんですけども、細かく切っていくんですよ。このままずっとやっていくと結構時間かかっちゃうので、おすすめのやり方はこれ半分に切ってこう重ねて切ることですね。そうすると時間短縮しますんで、はい、これでできるだけ細かく僕は切っていただいた方がいいと思います。はい、の方がね、あのお肉、肉味噌と絡むんだよね、これね。辛みが気になる方は切ってから空気にさらしておくと結構辛みって抜けるんですよね。はい、だからニラは最初に切っておくのが僕はおすすめでございます。この生のニラを絡めていくんですよ。これがうまいので、これ切れましたんで、これこのままね、あとはね、切るもんないですから、割と簡単なレシピでございます。はい、じゃあですね、やっていきたいと思います。ここね、油小さじ1杯ほんと少量でいいです。これぐらいね。はい、なんで少量でいいかっていうと、豚のひき肉にね、結構油が入ってますんで、本当に少しの、焦げつかない程度の油で大丈夫です。で、ここに、この豚ひき肉をね、入れていきます。はい、で、ここにね、ちょっと軽く塩コショウ、パラパラっとね。はい、これね、ひき肉を炒めて肉味噌をね、作っていくんですね。はいはい、はい、で、ここで注意したいのは、ちょっとね、あの焼き目をつけるのをね、あの僕はひき肉炒めるときにはよく言ってるんですけども、焼き目をつけたいんで、あんまりいじらずに、チムニーを焼くような、ね、ステーキを焼くような感じで焼いていきます。今、強火でやってるんですけども、今、これでひっくり返します。はい、はい、そうすると、この端がちょっとこう色づいてるの分かりますね。この香ばしい香りをつけるのが重要です。割とね、この料理ってシンプルなんで、あんまり技術いりません。なんですけども、ここはお肉をね、炒めるところぐらいですかね。はい、ここはやっといてください。非常に美味しくなります。あ、分かりますか、こうやって焦げ目がついてくの、節々に。はい、あんまりパリパリにしちゃうと、それはそれで麺となじまなくなるんで、これぐらいのね、焦げ目のつき方で大丈夫でございます。そしたらどうするかっていうと、ちょっと火をあめてください。調味料と絡めていきます。まず、お醤油、ちょっと酔っ払ってきた、でも大丈夫、あの酔っ払いでもできるクッキングなんですけど、はい、お醤油小さじ2、はい、そしてお酒、お酒大さじ1杯ですね。お醤油が味のベースで、お酒はココつけ、コク漬けですね。はい、そしてオイスターソースね。オイスターソース、うまみ、最近オイスターソースね、結構ハマってるんですよ。何でもオイスターソース入れちゃうんですけど、
入れました。そしてお砂糖ですね。お砂糖一つまみなんですけども、一つまみって皆さん結構少ない感じで入れとると思うんですけど、僕の場合これぐらいね、大体 1g ぐらい入れますんで、これ入れてください。甘みつけていきます。でここにさっき加熱した鰹節、これ粉々にして入れます。そうするとソースとねこのねタレと一体化していきますんで、これ入れていきます。はい、で、ね、麺とのこのねタレの絡みがすごく良くなる。でここに旨味ね、味の素を2振り、はい、でこれはね、このお肉と鰹節のイノシン酸と味の素が、非常にですね、旨味の相乗効果って言われる現象が起きるんですね。この肉味噌に旨味が保たれます。はい、非常に美味しい肉味噌になります。でここに最後に臭み抜きでブラックペッパーね、入れちゃってください。はいね、で、この肉味噌はこのタレを絡ますためにちょっとねほぐしてあげるといいですね。ほぐすと麺に絡むのでね。でそしたらこいつはこいつで、肉味噌です。美味しい肉味噌ですのでちょっとね置いておきます。で今度は麺を茹でていきます。中華麺を茹でていきます。たっぷりのお湯のあれを沸かしてください。お湯はねちゃんと沸かしてくださいね。沸いてるか沸いてないか分かんねえけど生麺入れちゃおうっていう人はダメですよ。沸騰してお湯でやらないとでんぷんがアルファ化しないんですよ。皆さんアルファ化しない麺ってめちゃくちゃまずいんで、本当にこれぐらいボコボコしたお湯に入れてくださいね。じゃないとめちゃくちゃまずい麺になるんで、せっかちの人はねやりがちなんですよ。はい、じゃあ入れていきます。はい、入れたらね、ちょっと中火ぐらいで、いいですからね。あとは吹きこぼれないようにね、ちょっとこう混ぜながらやっていく。こんなんもう誰が茹でても同じやろと思うかもしれないですけども、ちゃんと高い温度で入れないと麺ってすごく粉っぽくなっちゃうんで、そこら辺は言わせていただきます。僕は市販の生麺でも茹で方はあるんです。このラーメンって何分茹でた？4分半から3分。じゃあ2分半でいきましょうか。じゃあこれ火止めて、ザルに開けるところもポイントがあるんで、ちょっとこっち来てください。まずザル開けます。開けるんですけど、箸でねこうやって油そば屋とかあえそば屋はやってるんですけども、こうやってザルにこすりつけて傷つけるんですよね。そうすると麺にすごくタレがね、さっきの肉味噌のとまとわったタレが絡むっていうのがあるんですよ。なのでやってみてください。ちょっとねこれね味変わります。はい、こんな感じですね。はい、じゃあここにこれを入れます。はい、でここにね、ちょっとこのままだと麺がつきやすいんで、ここに油、ごま油ね、小さじ2杯ね、適当です。はい、小さじ2杯これね、ちょっと絡めてあげるといいですよ。そうすると麺がくっつかないんでね。はい、軽く絡めてください。そして肉、お肉を乗せます。はい、これに全ての味が詰まってるんで、これね、はい、このフライパンに残ったタレも全部活用したいんで、こそげ落としてください。この油も全部で、麺の熱があるうちにこのニラね、こうバッと、はい、これよ、これがうまいよ。8つ僕ニラニラしてるでしょ。僕ニラ星人なんで、これがねマジうまい。であったかいうちにね、肉味噌も麺もあったかいうちにこれ混ぜてくんで、こちらでですね最高においしいニラそば完成でございます。それではできましたでいただきたいと思います。これ食べ方なんですよ。これ全部混ぜます。まずでこのひき肉とともに食うんですよ。で全部絡めたら食ってください。じゃあいただきます。おお、めっちゃくちゃうまい。ニラってね全く火通さないと結構辛みあるんですけども、ひき肉と麺の熱ですっごくねいい感じに火が通って、このスパイシーさが生まれてますね。肉味噌うめえなこれ。ひき肉だれね、あまりにも水分が飛びすぎたらちょっとね水入れていただいていいですからね。じゃないとね麺に絡まないんだよね。ここで味変かもしれないでしょ。フォアジャオです。これがねごま油との味付けに合うんですよ。うん、これはうまい。肉味噌との相性が抜群ですね。華やかな香りが生まれることによってめちゃくちゃ美味しくなる。台湾料理っぽ。これはねちょっとね食べてもらいましょう。いただきます。乾杯。乾杯。いただきます。
うまっパンチすごいねこれ、うん、これぐらいニラを入れた方がいいですよ。麺味が絡んでる、嫌な辛みないでしょ、うんうんうん、細かく刻んで混ぜてるから、うん、ニラ自体も絡むし、うんうん、肉自体も絡むっていう、一人暮らしの男の子ちょっと頑張ったお昼ご飯これ作ってほしい、うん、実際はそんな難しくないからね、まあまあまあ、刻むとかが少し手間くる、ね、まあ、刻むがちょっと手間だね、うんうん、でもまあ今日は結構細かく刻んでるけど、うん、もうちょっと粗くても全然美味しいから、うんうんということで、皆さん、このニラそばね、めちゃくちゃ美味しいので、よろしく。あ、これ、あれだ、中華麺をご飯にしてみるわ。ああ、そうね。ただ、何でもいい。もう何でもいい。うどんでもいい。うどんでもいいね。うどんでもいい。今日はちょっと中華麺。稲庭うどんでもいい。そうだね。アレンジはいい。稲庭うどんでもいい。あ、そうめんでもいいかもしれない。あとラーメン、あ、これラーメン、これラーメン、じゃあ、そういうことでぐたぐたこれは、ビールと一緒にね、うん、俺はビールじゃないけど、俺はハイボールだけどハイボールも美味しいよね、ハイボールも美味しい、うん、俺はビールとハイボールはもう、義兄弟だと思ってるんだよ、杯を交わした義兄弟だと思ってるんだよ、龍が如くやりすぎちゃった